芸能のお仕事だけじゃ食べていけずに、うん、グラビアアイドルをやりながら株をやっていたので、はい、精神的に株もそうだし事業することって鍛えられるなと思っていて、うんうん、栗原兄です、お願いします。はい、ありがとうございます、はい、まあ、皆さんご存知だと思いますけど、はい、一応紹介させていただこうかなと思います。はい、はい、杉原さんは元グラビアアイドルとしての肩書きを持つ中、うん、現在では投資家という一面も持っております。はい、タレントやグラビアクイーンとして数々の雑誌やバラエティ番組でご活躍、うん、株式投資でも成功されており、今では年間1000万以上稼いで、ファンの方々からカブドルと呼ばれてます。そうなんですよね。カブドル、カブドル、はい、ご自分でつけた名前は、もちろん違いますよ。グラビアアイドルをやりながら株をやっていたので、はい、そんなネーミング、気づいたらカブドルって呼ばれてた。そうですね、記事とかにはカブドルって書かれるように、いつの間にか自己紹介でカブドルの何々ですっていうわけではない。言ったことは今のところないです。あ、周りが勝手に呼んでるだけで。そうですね、ありがたいことに。いや、すごいですね。でも株の方は13年前からやってるので。あ、なんでもう副業バリバリやってるということで。そうですね。じゃあ早速質問させていただきたいなと思っていてですね、はい、そもそもなんで株式投資始められたのかっていうそのきっかけをお聞かせいただきたいなと思うんですけど。23ぐらいの頃だったので、はい、まだもう芸能のお仕事だけじゃ食べていけずに、かといってこのお仕事ってオーディションが日々あるので、うん、はい、バイトをするわけにもいかなくって。あ、なるほど。だけど家賃を払わなきゃいけないって、うん、どうしたらいいんだろうと思った時に、うん、ちょうどネット証券が流行り始めてたんですね。はいはい、今からだから14年ぐらい前、うんうんうん、流行り始めてて、これだったら家で簡単に始めることができるのかなと思って、うん、何にも知らないままただお金に働いてもらおうと思って始めたのがきっかけです。それが23歳。23歳の時です。早いですね。いやいやいや、全く最初の1年、うん、2年ぐらいは全く知らないまま、その要は学びながら学ぼうっていうことで始めました。あれ、運用資金がいるじゃないですか。はいはい、その最初の資金はどうされたんですか。最初は30万ちょっとだったんですけど、うん、からスタートしたんですけど、はい、それはお年玉とか、はい、ある程度の貯金の中から始めました。始めたと。はい、で、あれですね、トレードって、はい、そのいろんな、 なんかこう情報で指標を見て買うとか、はいはいはい、なんかチャートを見て買うとか、はい、そういうなんか手法ってどういうふうに勉強されたんですか。今はもちろん勉強していろんなチャートを見て見たり指揮法を見たりっていう、IR 会社の IR 見たりってもちろんするんですけど、はい、最初の5年ぐらいは本当に大好きな企業の株、うん、私は野球が大好きなので、うん、例えば東京ドームの株を買うとか、うん、そこからスタートして、その今の価格が高いのか安いのかもよくわからない状態で買って、うん、はい、1ヶ月後開けてみて、うん、1万でも上がってたら売ろうっていう、うん、そういう単純なことから利益を積むようになったら、うん、これってもっと勉強したらもっと増えるのかもっていうところでやる気が出てくるので、はい、最初はもう全部一通りのことを覚えてからやらなきゃいけないって思わない方が私はいいんじゃないかなと。基本的に株で得た利益はそのまま使わずにどんどん株に使うので、うん、当然買う資金も増えていくので、1000万とか積み上げることができるんですけど、うん、やっぱり、年数やるにつれて四季報を見たり、はい、会社の、その概要、決算だったりとか、ね、はいはい、PR を見たりとかっていうことをしながら、うん、あと同業他社さん見たり、うん、やってるんですね、っていうことの細かいこう分析を、うん、分析でし始めてから増えるようにはなりました。うん、株で得たお金って、うん、株によってお金を増やすことがゴールでは私はもちろんないので、そのお金を使って夢を叶えたかったので、10年以上こうグラビアアイドルをやってきたので、はい、それをそのまま次のステップに何かこうつなげたかったんですよ。どうしてもグラビアアイドルって寿命があるので、年取っていくとできなくなるので、次のステップアップっていうことで、自分が関連しているもので補正下着っていうのを、それをそのデザイン企画して、はい、それを実際にその株で得た利益を使って製造して、はい、そうです、それを売っていったと。そうです。で、一緒にそのやってくれる会社さんも自分で足を運んで何回もこうお願いしますって言いに行って、ようやく一社がやってもいいですけど、お金持ち込みでやってくださいねって言われて、自分でお金を出します、お金を出しますと、はい、チャートと一緒で波があるので、ね、そういう時にこう踏ん張れるかっていうのが、うん、本当に精神的に株もそうだし事業することって鍛えられるなと思っていて、うんうん、なのでそういう意味でもやると楽しい人生になるのかなと思いますけど、乗り越えていけたということですよね。株、そのグラビアを成功させるために株始めて、はい、株成功して、はい、その
成功したお金で、はい、まあ、下着のブランドを作って、はい、売れて、うん、株の方で本出して、うん、本も売れて、うん、まあ、今後まあ講演会も回れるじゃないですか。はいはい、完璧っすね。もうね、まあ、あの恐怖心がすごいんでしょうね、人生においての。だからいろんなこう川をたくさん流しとこうっていう自分の中で。いやでも楽しくないですか、このなんていうの、グラビアの。だから僕で言うと たまにあるんですけど、はい、キャンプの YouTube やってるからキャンプの仕事とかあるんですよね、うん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 、でキャンプの仕事やってるんだけど、うん、次の日ホンダの仕事やから、うん、このスイッチの、はい、あ今日ホンダやみたいなキャンプからのホンダや、そうそう、だから株の頭やったけど、うんうんうん、急にあグラビアやみたいな、うんうん、これ切り替えがまあ楽しいけど結構大変じゃないですか。まあ、でもあの毎日違うことができてるなっていう感じがあるので、うん、あの本当に自由職というかこのお仕事を してる、うん、あのとしては、うん、身としてはすごい楽しいんじゃないかなと思います。